皆さんこんにちは、カップラーメン YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは明星さんから出されている博多だるまさんが監修しているからだるま馬から卵とじ麺、こちらをいただきたいと思います。蓋の上には後入れの液体スープがついています。熱湯を注いで60秒で食べれるそうですね。それでは早速作って食べていきましょう。それでは博多だるまさん監修のからだるま完成しましたので、いただいていきたいと思います。まあ1分ということなので本当にあっという間ですね。よく混ぜるようにと書いていましたので、よく混ぜていただきたいと思います。それではいただきます。こちらのラーメン、美味ですね。辛味噌のコクと、そして豚骨と魚介の重なる旨味ということで、こってりもしているんですが、しっかりコクも感じることができて、そして旨味も感じることができる美味しいラーメンになっています。辛さもそこまで辛くはありません。少しだけ口の中をピリッと刺激するぐらいの辛さなので、辛いのが苦手な方にも食べてもらえる、そんなラーメンだと感じました。そして具材もたくさん入っていますし、この細麺とこのコクのあるスープがよく合っていて、とても美味しい一杯だなと感じました。さすが博多だるまさん監修のラーメンなので、まあ、博多豚骨のイメージがありますが、こういう辛味噌のラーメンを作らせてもさすがの一杯を作ってくれなという感心する、そんなラーメンだと感じました。ぜひ皆さんにも食べてもらいたい一杯です。それでは明星さんから出されている博多だるまさん監修の辛だるま旨辛卵とじ麺、ジャットさんのリピート指数は星3つ中3つになります。これはぜひまたリピートして食べてみたい、そんなラーメンになりました。では次回のラーメンもお楽しみに。またねー。